はい、世界の料理、今日はですね、南アフリカの炊き込みご飯を作ります、ジョロフライスという、南アフリカですよ皆さん、ね、南アフリカの人も、今日はインディカ米、タイご飯ですねを使います。材料です。まず皆様のご存知な手羽先に、お塩、クミンパウダー、そしてオレガノ、ね、このオレガノはギャバンのオレだオレガノで、まずこれマリネします。そして、炒めるのは、ココナッツオイル、ね、あとで少しオイル、これ2つ一緒ですけども足します。そして一緒に炒めるのが玉ねぎ、これ切り方がいろいろです。薄切りにしたりだとか、今日はおしゃれにデニしております。玉ねぎ、ピーマンの、ピーマン2種類、そして、ナス、そして、ニンニクのみじん切り、そしてまた、炒め終わったら、クミンパウダー、そしてトマトペースト、ね、トマトペースト、そして、トマトの水煮、そしてこのインデカ米はもう水で一度洗っております。そして適量のお水です。手羽先は本当は取るんですけど、今日ご家庭なので、そしてお塩分、そしてオレガノパウダー、そしてクミンパウダーね、これをマリネしておきます。はい、よーく 下にこぼれてますのでよくつけて、はい、まず中火で、ココナッツオイルを入れます。はい、そしたらさっきの手羽先ですね、これ必ず食べる側を最初に焼き色つけます。これ基本です。はい、はい、ここで、カリッカリに、美味しく焼き色をつけます。だってこういうね、一般の方は温度が上がらないうちに入れた方がね、バタバタしなくていいと思います。あ、オレガノとクミンで、クミンはこれパウダーのものが売っておりますので、なければクミンを潰してください。なんかすでにアフリカの香りがしてまいりました。アフリカってこういう香りなんですね。でアフリカにムパタロージっていうマサイマラのところに、ケニアに、私が顧問してる五つ星のホテルがあるんですよ。今でもありますよ。ぜひ皆さんチャンスがあったら、ケニアのムパタロージ、うちの弟子が働いておりますので、それではいいですか、皆さん。はい、失礼します。はい、失礼しましたら、はい、次に、お野菜を入れます。まず玉ねぎです。そしてピーマンです。そしてナスです。そしてニンニクのみじん切り、ね、これ使いやすいです。スタッフが100均で買ってくれました。はい、よく炒めてください。よし、よし、はい、ここでよく一度炒めてください。
はい、炒めましたら、先ほどのココナッツオイル、そして、クミンパウダー、クミンいっぱい使うんですね、トマトペースト、そしてトマトの水煮、これフレッシュのトマトがあったらミキサーで回して使ってください。はい、これをよいしょよいしょよいしょ、はい、ここでよく炒めてください。また再度、ね、ここで炒めないと旨味が出ませんので、これポイントです。ここで、はい、見てください、はい、ね、皆さんこうやってよいしょよいしょよいしょ、クミンが、ここに、インディカ米を入れます。すごいですね、インディカ米、インディカ米ですね、まあこういうね、インディカ米もインディネカエみたいな、そうしました。さあこれをよいしょ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 、それはちょっと鍋がちょっと違う、皆さんもうちょっと大きい鍋でやってください。そうするとやりやすいです。よいしょよいしょよいしょ、はい、ここで一度軽く塩します。軽くです。白い胡椒です。そして、ここでよし、これから15分煮て、10分蒸らしますので、はい、ここで強火にしてください。はい、強火にしましたら、ちょっとここで鶏ももを上に乗っけましょう。はい、はい、強火です、強火です。はい、ここで分量のお水を入れます。その下に、こんなもんですね、まあ8分目っていうんですかね。でこれを一回沸騰させて、コトコトとまず15分煮ます。15分煮ましたら中火でいきましょう。でガスは外から沸騰して中が、遅いので、中が沸騰してきたのを、ね、確かめて蓋をして中火で15分煮ます。はい、15分って言ったんですけども、ちょっと見てください、ちょうど10分で、いい感じです。でこの外国のご飯はアルデンテで仕上げますので、10分で火を止めて弱火です。そして火を切って、これから10分蒸します。それで盛り付けに行きます。では盛り付けます。クミンのみんないい香りがします。よいしょ、このクミンの香りがとてもアフリカを想像させます。さあインディカ米どうでしょうか。うん、なんか蒸す前はアルデンテだったんですけど、10分蒸したらなんか完全に日本のライスみたいないい感じになりました。うん、これなら、ね、小さいお子様もお年寄りもバッチリだと思います。このインディカ米、インディないかい、失礼いたしました、北海道弁が。うん、このなんかご飯がスパゲッティみたいで、なかなかよろしいと思います。やっぱり手羽先は手で、
やっぱりこのクミンが、うん、これね、軟骨めちゃめちゃ美味しいです。なんかスパイスがすごくそのアフリカって感じです。ワインはですね、赤ワインのイタリアワインです。リコッサバルバレスコ、おバルバレスコ有名ですね。ネッビオロ、ね、バルバレスコ、いいお酒です、ワインです。あ、なんかあの、じゃあのスミレってわかります？スミレ、スミレの葉、そのスミレの香りがいたします。すごいエレガントな。さすがバルバレスコ。このスパイシーな、アフリカ、南アフリカの炊き込みご飯とちょっとなんか、あのパサパサっとするので本当にあのチャーハンみたいな、向こうのあのご飯は粘りが出ないのでチャーハン感覚でたまにこういうのも南アフリカの炊き込みご飯だよなんてパーティーに使ったらバッチリだと思います。グーです。どうぞ真似してみてください。グーです。グラッツェグラッツェ。